こんにちは、ひさきです。本日はホークスの戦力外予想を行っていきたいなと思います。特定の球団のものしか見ないという方も多いと思いますので、毎回お話をさせていただいております。ドラフト等を考えるにあたっても、この戦力外というものはどうしてもチームにとって欠かせない循環になります。昨年も行ったのですが、この予想を動画で出すのはどうなのか、失礼ではないか、見たくないという声を多くいただきました。なのでアンケートを取らせていただいたところ、見たいという方の意見も大変多かったので、最大限配慮させていただき動画を出したいなと思います。もちろん自分の動画が選手の目に届くほど影響力はないので心配はいらないと思いますが、なるべくエゴサーチに引っかからないように Twitter では発信しませんし、 YouTube でもタグはつけないでこの動画を出していきたいなと思います。またコメントに関しても、本当に攻撃的な意見や他の方が不快に思われるであろう内容は削除させていただく可能性がございます。現在のホークスの支配下登録枠が68人、ドラフトに関しては競合覚悟だろうとナンバーワンを狙いに行くこと、人数は公開しないということが出ていました。多く育成選手を獲得してきたチームで、今季もおそらくはそうなるかなと思います。昨年ベースで支配下選手を考えると5名程度、そして FA か外国人選手で補強、もしくは育成からの支配下契約を考えるなら7、8人くらいの追加で予想しています。その中でシーズン中の補強を考えて、開幕時点で今の人数でもある67、8人まで持っていくのであれば、60人くらいまで枠を空けて、リリースは10人未満で7、8人かなと思います。今季は投手で若手の躍動が光ったものの、野手では周東選手、栗原選手のブレイクはありながら、柳田選手、中村晃選手、栗原選手、グラシアル以外の打力が苦しかったんです。新戦力バレンティの不振、さらにデスパイネもなかなか一軍で出場することができませんでした。今宮選手の怪我や松田選手の不振など、内野の若返りは急務で、今季は栗原選手か中村選手が一塁や外野で出場。正直ホークスは有望株の選手が多いながら、現時点のレギュラーがややベテランになっていて、その間の選手たちでチームのコアとなっている柳田選手、中村晃選手、そして離脱したんですが今宮選手以外、間の世代が苦しいんですよね。このマップでもわかるように、本来今バリバリで一軍で活躍してほしい選手ができていないということが多いんです。ただその中で若手の周東選手と栗原選手が一軍で定着しており、海野選手、野村選手、リチャード選手、柳松選手、佐藤選手と有望株もいて、久喜選手は怪我となってしまったんですが、栗原選手が外野、谷川原選手も現在は基本的に内野ではあるんですが、若手中心でキャッチャーも控えています。そもそもホークスは2軍も競争が激しく、育成選手が多いので、試合成立を心配する必要なく、2軍に出るのも一苦労です。18年、19人と怪我人続出、19年は特に1軍含め外野手登録選手がほとんどいない中でも、1、2軍ともに試合を回せてしまうほどでした。そして予想するラインナップがこちら。はい。まずは西田選手。今季開幕1軍でバックアップ起用、18年は対左起用やバックアップで72試合で2割1分1厘、4本塁打、16打点と多く出場も、昨年は怪我に悩まされて7試合1割2分5厘、そして今季は36試合で0割9分1厘と、ダイソー守備固め中心でもやはり打撃で苦しく、盗塁もさほど多いわけではありません。今季はショートで多く起用される川瀬選手、周東選手、川瀬選手は打撃で課題、さらに守備でも広い守備範囲を見せているんですが、痛恨のミスもあり、周東選手もセカンド起用だとミスが目立ってしまうこともあります。個人的にはショート周東選手の方が、まあ、しっくりはくるんですが、いろんなところを試しているのかなと思います。ただどちらにせよバックアップに赤瀬選手と川島選手、さらに牧原選手がショートも守れます。もちろん赤瀬選手と川島選手はベテランにはなってきていますが、やはり代打でも起用されて勝負強い一度も放ってくれています。本来なら今宮選手がいてバックアップでも余裕があります。怪我人が出れば苦しいかもしれないんですが、牧原選手、周東選手らでなんとかできないこともなく、二塁でも谷川原選手らが起用することができます。ファームでショートスタメンでも記録に残らないミスや DH 起用もあります。まあ、今季長く一軍で帯同したムードメーカー、特にエンジンではチームを盛り上げてくれるんですが、リリースの可能性はあるかなと思います。そして高田選手。これまで西田選手同様、守備固め含めバックアップで多く出場してきた選手で、今季5月には足の手術を終え、今はファームで実戦復帰。現在は14試合で2割2分6厘、3失策。もちろん手術明けということもあって、少し実戦感覚を戻す段階。2021年に1軍でバックアップという形が現実的だとは思いますが、18年も1軍で74試合で1割8分8厘、2本塁打15打点、5失策。19年も93試合で1割5分7厘、6失策。今宮選手不在時にバックアップ中心で、スタメン強もあったんですが、定着できずエラーも目立ってしまいました。そして今季はバックアップで牧原選手、現在はショートは川瀬選手中心、セカンドは周東選手、特に川瀬選手、周東選手に取って代わられてしまっている可能性も高いかなと思っています。
そして鎌本選手、今現在も一軍帯同、昨年怪我人続出時にスタメン起用、さらにダイソーや守備固めで多く出場も、86試合で2割2分4本塁打11打点とアピールしていて、今季定着を狙いたかった選手です。しかし今季はファームで当初絶好調で昇格も2試合で抹消となってしまいました。その後2軍でも1割台が続いたんですが、9月に調子を上げ1軍昇格、1軍ではバックアップ起用から結果を残したんですが、10月は基本守備固め中心です。トータルでもファームでは41試合で2割2分1厘、2本塁打、16打点、6盗塁、OPS 7割5厘。スタメン起用もありますが、やはりスタメンは柳田選手、グラシアル、栗原選手が中心です。バックアップでも牧原選手、周東選手も外野を守ることができたり、今は真砂選手がアピール中です。若手で佐藤選手、柳松選手、本来なら1軍にいてほしい上林選手らの間の年齢ではあるんですが、現状の鎌本選手の立場はかなり厳しいかなと思います。彼に関しては今後のアピール次第、特にポストシーズンでの活躍次第でもあるかなと思っています。そして奥村選手、はい、ここは少し可能性は低いかなと思っています。今季投手に関しては本当に若手の突き上げが激しいんです。昨年セットアッパーだった貝野選手、1軍で多く投げた高橋純平選手、松田龍馬選手、椎野選手、そして18年セットアッパーだった梶谷選手らが1軍で投げていない中でも、松本裕樹選手、泉選手、怪我離脱となったんですが坂東選手、今は杉山選手らがセットアップやリード時でも登板し、怪我人が続出しながら中継ぎ防御率 2.58 でぶっちぎりトップなんです。勝ちパターンはもちろん言わずもがなんですが、勝ちパターン以外の投手でも防御率2点台の選手がほとんどなんですよね。若手の突き上げが激しい中で、一軍で結果が欲しい年だった選手の中だと、奥村選手は立場が少し苦しいかなと思っています。もちろん投射比です。今季はまだ2年目となる選手ではありますが、オールドルーキーで年齢としては中堅の選手。1軍でも登板し、毎試合三振を奪ったんですが、3試合目以降は2試合連続2四死球などアピールしきれず抹消。その後1軍登板も失点し、再び抹消となってしまいました。今季は2軍でアピールしていったんですが、10月に入ってからはオリックス戦で2安打2四球3失点、中日戦でも2失点。昨年も1軍で苦しく、今季は制球含め改善気味ではあるんですが、昨年から1軍での内容がやや変わらない印象があります。ストレートは最速148キロで、フォーク、シュート、カットボールなど引き出しはあるんですが、フォークが甘く入って痛打というケースも目立ってしまっています。オールドルーキーで様々な人に希望を与える存在ではあること、さすがに2年目でまだまだ早すぎると思いますし、期待もあります。ただ彼が候補になるくらい若手の突き上げがすごいのがホークスです。もちろん松田龍馬選手や椎野選手、梶谷選手も1軍で投げてほしいながら定着できていません。ただ彼らに関しては過去の実績があります。特に松田選手は開幕時点で球速も出ず制球に苦しんでいたんですが、今は145キロ近辺まで安定してきています。今季は変化球中心の投球が目立っていて、まだ安定感はなく、2軍で31試合で36回3勝3セーブ防御率 2.25、 25安打2本塁打11四死球38三振と多く三振を奪えているものの、1軍昇格はありません。ただ19年は接戦ビハインドで51試合投げた投手でもあります。梶谷選手も1軍では6試合で6回防御率 6.00 で復活ならずも、18年は72試合で35ホールドポイント防御率 3.38 と大ブレイクし、セットアッパーとして1年間戦ってくれました。19年は30試合で36回9ホールド防御率 6.00 と苦しみ、20年も完全復活とはなっていません。ただやはり実績等を考えるとリリースはないかなと思っていて、 C の選手もだんだんとスピードが出てきていて、ファームでは23試合で 31.1 回、防御率 1.44、 5四死球34三振。もちろん角度はありますし、今は1軍に戻ってきていて、まだ25歳、彼もこれからの存在かなと思います。強いて言うならば、川原選手は今季22試合で18イニング防御率 2.00、 4ホールド17四死球15三振と四死球が目立ち、防御率ほどの安定感はなく、ビハインド中心で多く1軍登板はしているんですが、立場は安泰ではないかなと思います。ファームでは10試合で 7.2 イニング防御率 2.35、 7四球8三振でフォアボールは目立つんですが、左腕で球速148キロ近辺を常に出せるというのは、やはり魅力ではありますよね。若手ではなく定着が求められる選手ではありますが、この出力というのは本当に魅力で、長くホークスは起用してきているなという印象があります。渡辺裕太選手、古谷選手ら左腕が定着できれば、彼に関してもリリースの可能性はあったと思いますが、モイネロ、加山選手以外に、早い回から投げれる左腕を置いておきたい、笠谷選手は先発で置いておきたいとなると川原選手になると思いますし、今後もビハインド中心でも起用は続いていくんじゃないかなと思います。このマップで見ていただいて分かる通り、中堅で1軍登板が少ない選手だと、もうこのくらいのメンバーしかいないんですが、リリースしなければならないとなると、一番可能性があるのは奥村選手なんじゃないかなと思ってしまっています。そして吉住選手、
ドラフト1位の選手ではあるんですが、現時点で1軍登板はありません。もちろん年齢的には若いので、まだまだ焦ることはないんですが、昨年は2軍で12試合で3先発、20.1 回、防御率 5.31、20安打、1被本塁打、23四死球、19三振、スライダー、カーブを武器に三振を奪う投手ではありますが、本季は2軍登板が0。3軍登板が中心で、アマチュアとの交流試合でも140キロがやっと。もちろん全試合は見れてるわけではないので、何とも言えないんですが、まだまだ時間がかかりそうな気もしていて、まあ、2軍登板の目処も立っていないことを考えると、早めに育成となる可能性もあるかなと思います。また昨年1軍で登板し8試合10イニング6三振防御率 4.50 とフォアボールも出しながら多くの三振を奪った田浦選手も今季3軍中心で2軍登板はないんですが、昨年1軍含めて良さを見せた投手でチェンジアップ、スライダーが魔球であることは分かっています。防守難度も落としながらインコースに投げる投球で期待も集めた選手、今季2軍登板はないんですが、今魔改造中といったところではないかと思っていますし、まあ来年は2軍で、そして1軍の可能性もあるんじゃないかなと思っています。まあホークスは投手比ではありますが左腕は課題なんですよね。まあ、先発候補では大竹選手がいて、まあ、加勢選手が今1軍でアピールしていて、さっき述べた通り勝ちパターン以外で川原選手を置いておきたい、そして田浦選手にも入っておきたいということもありますので、まあ、ここは支配下でいくんじゃないかなと思っています。そして田中正義選手、先日3軍戦で先発しました。今季開幕前に大きな期待を受けブレイクを期待されていたんですが、怪我で登板がありませんでした。昨年はファームで25試合で30イニング2敗2セーブ、防御率 1.80、9四球31三振と多くの試合に投げ、まずまず球速も出ていました。まだ1軍通算11試合で 14.1 回、防御率 8.16、 19安打、6被本塁打、8四球15三振と結果を残せてはいません。ただ先日3軍戦で2イニング登板し152キロを計測したとのことです。先日はファームでもベンチ入り、もちろん今後2軍で登板して2021年1軍でという可能性もありますが、まあ、慎重な挑戦になっていくかなと思いますし、まあ、可能性としては高くはないんですが、まあ、先に見せたマップでも分かる通り、まあ、年齢的には間の世代で少しずつ立場も苦しくなってきていると思うんですよね。なので育成契約に切り替える可能性もゼロではないかなと思っています。そして去就が不明な選手も多いんです。おそらく今バリバリ1軍の和田選手は来季も1軍にいないと困る存在で、高江選手も膝の怪我もあると思いますが、まあ、何としても残ってもらわないといけない存在です。多くの方が心配しているのは内川選手かなと思っています。今季実戦でアピールすることができず開幕2軍ファーストでは栗原選手が起用されました。内川選手は2軍で少ない出場試合で確実にヒットを放っていて、7月は4割5分8厘、3二塁打、7打点ではありましたが、昇格はなく、その後は少しずつストレートに差し込まれ始めてしまった印象で、変化球の浮き球でミスショットもあったかなと思います。フォアボールは多いんですが、なかなか長打が出ませんでした。1軍代打が大きな課題ではあったものの、内川選手自体も2軍で8月は出場が少なく、4試合で2割5分、9月も16試合で2割1分6厘、もちろんベテランでフル出場は少ないわけではありますが、少しずつ打撃でも苦しみ始めてしまいました。ただ10月は現時点で4割1分2厘、そしてついに中日小笠原選手相手に2軍で初ホームランを放ってくれました。ストレートに差し込まれる試合も増えたのでかなり心配していたんですが、しっかりと直球を引っ張ることができていてさすがだなと思いました。実績はもう言うことはありません。そろそろ1軍に来てほしいですし、2軍でも出ているんですが、悲しい知らせが来ないことを祈るばかりです。そして澤手、復活期待のキングオブクローザー、今季オープン戦で登板もあり144キロを計測。ただその後も状態が良くなく手術を決意し、引退を感じさせるような投稿もありました。そして先日人工股関節にする手術を行いました。まあ、こちらは私にはあまりわからないんですが、日常でも支障が出る手術で今季は絶望。今後についてはまだ決まっていないとのことです。契約は2021年までありますが、本当に本人の意思次第とのことです。斉藤和美さんのように支配下契約を解き、高知県人でリハビリして現役復帰を目指すという形もありますが、ここは全く読めないですし、フロントも本人もわからないところかなと思います。そしてバンデンハーク、現在ホークスの先発の数はある程度揃ってはいます。高橋嶺選手をどうしていくかはわからないんですが、今シーズンは東山選手、千賀選手、石川選手、和田選手、二保選手、笠谷選手、今季は一軍定着できていないんですが、武田選手も大竹選手もいます。もちろん和田選手の年齢もあり、ムーアはなんとか引き止めたいんですが、まあ、彼に関しても MLB の復帰の可能性もあります。そして一番悩ましいのはバンデンハーク。当初圧倒的な成績を残した選手で、17年、18年は2桁勝利。ただ19年は怪我もあり、2勝にとどまってしまい、今季も怪我があり、試合数が少ないんです。先発登板で140キロ未満なこともあって、怪我が分かったわけではありますが、まだ万全なら安定的に150キロ近く計測。2軍でも復帰しており、150キロ近く出ています。これまで4億円 ×3 年契約で、今季は単年契約の3億円。
昨年今季と登板が少なく年齢や年俸を考えればリリースの可能性もありますが、これまでの優勝や日本一に貢献してきた選手で、通算42勝19敗の選手、先発の層は厚いんですが怪我人が多いこともあり、やはり抑えておきたい選手ではあります。ただリリースの可能性はゼロではないかなと思います。全体としてはこんなところ。少し枠に余裕はあるとはいえ、野手の若返りはホークスの大きな課題で、有望株の選手はいますが、そろそろ大砲候補がもっともっと欲しいところ。もちろんリチャード選手や水谷選手らに期待はあれど、今季は野手、大砲候補を1位で指名するんじゃないかなと思います。今季は栗原選手や周東選手がレギュラーに定着できそうではありますが、課題も明確になったシーズンです。もちろんグラシアル、モイネロは残したく、デスパイネも国際情勢や怪我で出場は限られていますが、やはり彼のパワーは大事です。期待していたバレンティンが苦しいんですが、複数年契約なので来季も残ると想定しています。外国人選手は基本残留路線ではありますが、今季も FA 補強に乗り出す可能性もあります。若手投手で本当に突き上げがあるので、実績があっても中堅の投手たちも安泰ではありません。本当にホークス競争が激しいなと思います。まあ、ただ彼らに関しては今後のシーズン、そしてポストシーズン次第でも変わってくるかなと思っています。そして今この動画を出しているのがおそらく日曜日になると思うんですが、月曜日にはドラフト会議があります。そしてドラフトに関しては今シーズン動画を出してきていないんですが、まあ、かなり勉強してきたつもりではあります。まあ、なので昨年同様、まあ、ドラフトの振り返りとかドラフトの各球団の分析等をできれば当日に出したいなと思っています。まあ、その動画を出し次第、まあ、少し2日ほどお休みをいただければなと思っております。以上が本日の動画でございます。ご視聴ありがとうございました。